はいはいどうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回紹介するのはメタルストームでございます。こちら9月12日から15日にわたってクローズベータテストが行われるってんで、先行でプレイさせていただきました。メタルストームって名前からしてまあもうたまらんね。はい、私キャベツ、昨年のアーマードコア6以降ロボゲー大好きになってしまい、ロボが出てくるゲームならもう見境なくプレイし、最近ではこっそりガンダムブレイカーとかもやってるんですけど、そんな中現れたメタルストーム、一体どんなゲームなんだい、どんな世界を俺に見せてくれるんだいというところなんですけれども、でいろいろプレイさせてもらった結果の私なりの感想を言わせていただくとですね、結構面白くてベースになってるゲームのファンならまあこれやってみて損はないと思う。よく言えば泥臭いメカメカゲー、ただもっと来いよと、もっとやれよ、もっと世界観ぶつけて来いよ、受け止めるからっていう気持ちにはさせてくれるゲームやったね。うん、これはねキャラクターであったりメカ周りいろんなことに言えるんですけど、まだできる、全力で来いって思いながらプレイしてました私は。まあその理由は後で話すとして、まあ、今作ですね、アーマードコアみたいにスピーディーに動いてドンパチするようなロボゲーではなくて、ターンごとに ST なるロボットを動かして敵機体に銃弾やらブレードやらをまあぶち込んでいくと。んで機体のカスタマイズ要素や戦闘中の V 破壊要素などが備わることで戦略性も生み出している、アクションゲームというよりはシミュレーション RPG なんですよね。最近のロボゲーっていう一括りにしてあれかもしれないですけど、ロボゲーってね結構二極化されると思ってて、キビキビ動かしてもアクションゲームにさせるか、あるいはシミュレーションゲームみたいな感じでさ、まあ、ただ最近はやっぱりアクション要素が強いロボゲーは多いですよね。私自身は前者の方が好きでして、ロボットアセンブルして自分なりの機体を組み立てて戦場縦横無尽に飛び回る、遠距離近距離の前を意識しながら適宜銃弾を放ち、隙ができれば一気に詰めてブレードを叩き込む、ゲームという媒体の上に乗っかかったロボットゲーを最大限楽しむためにはロボットと人馬一体となり戦場駆け巡る、これに尽きるじゃん。つまりゲームのコントローラーをコックピット内の操縦席とみなし、五感を研ぎ澄まして操作する、ゴゾロップに染み渡るような重厚感をコントローラーから享受するためには三次元的なアクションゲームであることが最も有利であると俺も感じているんだが、このゲームはねシミュレーションなのよ。まあ、ロボゲーのシミュレーションってないってわけじゃないし、実際このゲームの元となってるやつもそうですから、アクションゲームでなくてもプレイヤーを最大限楽しませてくれるロボゲーは山ほど出ている。しかしそうは言っても近年の流行的なロボゲーとは一味違うからこそ、興味を持たせるハードルは高く、最大限今作を楽しむためにはある程度のねプレイヤーの適合性は必要だと思います。つまりこのゲームはロボゲーが好きなら絶対やれと言える代物ではない。ロボゲーが好きでかつ泥臭くじりじりと場を蹂躙し、静かに戦闘に勝利する、白兵戦のような距離感でじわじわと攻防するのがまあ好きな、つまりまあシミュレーション好きな人は適性あるかなって思います。今作はレトロモダンな性質があるからこそ人を選ぶというわけである。ただね今作はそういったシミュレーションのロボゲーと違うのはソシャゲであるっていうことなのよね。これまでのロボゲーって基本コンソールに出してるイメージなんだけども、今作はねまあソシャゲなのよ。それゆえソシャゲだからこそできることと、逆にソシャゲだからこそやらなくてはいけない良し悪しっていうのがね垣間見えていたりします。ロボゲーということもあって、私はこの時代にでもロボゲーを押し出してくれることがもう感謝感激シェイシェイなんで、忖度ありきで話したいのは山々で、実際面白いところが非常に多いんですけれども、今回はレビューでありまだ正式リリースもしていないので、今のうちにここは改善してほしいなみたいなポイントあるから紹介していきます。メタルストームのレビュー行ってみよう。リリース日は2024年代、対応機種は PC iOS Android、 ジャンルは SRPG で、現在に至るまで紆余曲折あり、とある作品を意識した作品になっています。作品の概要としては、 ST と呼ばれるロボット同士の迫力の戦闘が繰り広げられる本格シミュレーション RPG。 プレイヤーは指揮官となり、操縦士が登場する。 ST をマス目状に展開されたフィールドに配置することで戦闘、バトルは敵味方交互のターン制で進行し、ステージごとの勝利条件を満たすことでクリアというような感じで、まあロボゲーとシミュレーションの親和性自体はかなり限定的なので、この時点で人を選ぶっていうのは第一印象としてあるよね。それこそさっき言ったような元となる作品なんかが好きな人はハマる可能性あるかなっていうものになってます。まあただね、全部が全部そういうわけじゃなくて、ある程度のベースは踏襲しつつも、細かいところで独自のエッセンスを注入している感じになっております。まずストーリーですが、ストーリー自体がメインコンテンツになってます。でかなり硬派な設定になってて、ストーリーめっちゃシリアスですね。かつロボゲーらしいというか、戦況に応じて敵仲間が変化しつつ、ストーリーの大筋に迫っていくようなものになっている。専門用語は設定上多いんですけど、プレイしてる中でここ意味わかんねえみたいなのはあんまなかったっすかね。詳しくは後で話しますが、私は結構好きな部類のストーリーです。まあソシャゲってほんと最近さ、ストーリー意味不明なやつ多すぎるんで、ソシャゲのストーリーってだけで身構えるんやけど、そういう点ではこのゲーム全然いい具合にできています。ただ登場するキャラクターの見た目であるとか、その辺がですね世界観的に合ってないかなっていうのは気になるところではあって、まあこれね、ソシャゲでリリースすることになったゆえの代償かなと思うんですけど、言及したように本作がとある作品をベースに作られております。それらは基本コンソールで出てるんで、世界観重視でキャラクターから形成されるわけですけど、基本プレイ無料なんでね、どっかで課金させる必要
要あるじゃん。課金部分としてはキャラクターと ST なんですけど、考えてくださいよ。これまでのロボゲーってキャラゲーのやつとかもあるかもしれんけど、泥臭いおっさんとおばさんとかね、お兄さんとかさ、ほんとなんかサイド低めのキャラクターとかが多いじゃん。なんだけども、そういうものをキャラ実装ピックアップとかやられても、俺は惹かれるけど、まあそれを一部に限るじゃん。だから美少女キャラとかを出してるんですけれども、このゲームそのキャラたちが世界観と乖離してる印象はやっぱある。気にしなければいいって話なんやけど、本作はね世界観硬派でかなり面白かったりするので、ロボゲー愛好家としてはこういうところちょっと気になります。もっと振り切れ、もっとこう受け止めるからっていう気持ちにはなったよね。ほんとね、これはなかなか難しいとこかなと思います。で、戦闘システムは ST というロボットを配置して戦闘開始。単性になっていて自軍それぞれ動かし敵を攻撃します。フィールドには配置物もあるので、それらを駆使して戦うことも可能。オート3倍速まで対応で、序盤はオートで結構進められるんですけど、割とすぐ2章あたりぐらいからですかね、オートでは対応できなくなります。戦闘でできる要素としては攻撃リペアとかですかね。戦闘の特徴的なのは、攻撃手段によっては敵部位を指定して攻撃ができることです。 ST 自体のシステムとして両手両肩に武器が装備できるんですけど、その部位の HP をゼロにすると武器が使えなくなるわけですね。効率的に鎮圧するなら積極的に武器装備されている部位を叩いていこうというような流れになっております。ただし一部の武器攻撃を除けばですね、 100% その部位が破壊できるかっていうわけではないんですよ。なので戦闘は割とギャンブル要素もあります。そしてロボのカスタマイズ要素もあります。まずロボの構成としては足、腕、頭部、武器です。何でも装備できるというわけではなく、メカの基礎タイプに応じたパーツをつけていくという仕組みになってます。カラーリングとかも変えられます。こんな感じですね。大まかなシステムはほぼ例のゲームと同じなんですが、細かい部分はちょっと変わってたりします。次にストーリーについてですが、先ほども説明したように本作のストーリーはメインコンテンツです。フルボイス対応、カットシーンも結構あってクオリティ高いです。設定としてはこんな感じで、新暦前91年、美浜という小惑星が航海に墜落。地殻変動によって発生した植民島は美浜島と名付けられた。数年の時が経ち、新興企業黒曜石コーポレーションが島で新たな元素を発見。この未知の発見に波乱の嵐を予感させた元素は、嵐からシエラム元素と命名。シエラム元素によりシエラム合金が開発された。この革新的なシエラム合金の登場により、操縦士が登場する二足型メカは飛躍的進化を遂げる。後にこのメカは鋼と嵐の祝福を受けた発明品として ST と呼ばれるようになるという感じですね。ストーリーの大筋は美浜の謎が中心に描かれていきます。美浜島の資源を求めて各勢力が戦ってると。なんか地中に赤いやつ混じってて、それ吸ったら決まったりせえへんか。そしてそれぞれのキャラクターの立ち位置的にはこんな感じです。シエラム合金によって急速に発展した美浜島だったが、二大勢力ノース連合およびステラ同盟を筆頭に、各勢力が貴重な資源を争う激戦地へと化してしまう。これが血で血を洗うメカバトルの時代の幕開けである。主人公カイニューマンは傭兵仲間のディアナ・ヤノと共にノース連合に加わり、そこで知り合ったグランス・ザカ・ウェスキーと3人で安定した生活を送ろうと考えていた。しかし第7機動隊に入隊して間もなく、次々と予期せぬ事態が起こる。そんな中、窮地に陥った彼らを救ったのはバルキリーという意味で恐れられる強く美しい女戦士だった。ということでね、主人公はキャラクリとかするわけじゃなく、カイニューマンという男になります。で、今作に登場するキャラクター全体の印象としては、しっかりとキャラクター立ってますね。これね、ほんと大事で、ほんとまたソシャゲの話なんですけど、ソシャゲってさ、なぜか開発側の国の性質だったり趣味趣向やたらと出てくることあるじゃん。そのおかげでストーリーの描き方が本国以外のプレイヤーからするとやや理解できなかったり馴染みがないっていうケースあるんですが、今作はそういうところ一切なかったので非常に良かった。ほんとね、ストーリーがメインコンテンツでもあるのに、そこでつまずくとゲーム自体終わってるようなもんなので、しっかりと世界を描いてキャラクターもそれに乗っ取ってる本作、かなり好印象です。ただね、気になるところはあるにはあって、まずストーリーのテンポかなりいいんですよ。それによって度重なる勢力変更にプレイヤーが対応しきれないっていうのはあります。まあ、まずね、主人公がノース連合に加わるというのはかなり自然で、わかりやすく冒頭で描かれてるんですが、そこからバルキリーなる存在に出会い、美浜島の裏側を知ってから、主人公の立場の変遷がすごいんですよね。1章2章で何回もね、立場変わっていくので、ストーリーの輪郭を把握してたとしても関係図であったりキャラの心情がなかなか把握しづらい。なので各キャラクターの心情をもっと描いてほしいなというところでございます。まあ、一応ね、キャラクターのサブストーリーとかもね、あるっちゃあるんやけど、ちょっと足りないかなっていうところ。主人公カイさん、かなりロジックタイプではあるものの、知識欲的なものが強い印象で、島の裏側を知った瞬間に過去の記憶とリンクして島の謎とかをね、知りたくなるわけなんだけど、そのきっかけがね、ちょっと希薄なので、島の謎は何なのかっていうのを知りたいと思わせたきっかけ作りの箇所をね、もっと深掘りしてほしいですね。キャラクターを描くにあたって、心理描写は奥深さを訴求する基本ではあるので、しっかりこういう感情の変化の内情を描いてほしいなと思いました。はい、次に戦闘関係の話ですが、まずですね、 ST なるもののカスタマイズ関連に触れておく必要がございます。はい、本作で戦闘する際に重要になるのはもちろん ST なるロボですが、パイロットも重要でございます。 ST とパイロット両方を強化していく必
要があるんですよね。で、パイロットの入手方法はガチャです。パイロットにはまず特性が用意されてて、これは各キャラごとに異なります。例えば主人公のカイさんなんかはアンブッシュ、格闘タイプの武器を使用して攻撃、攻撃範囲内の敵に奇襲攻撃、奇襲は敵が行動開始する前に攻撃入れてくれるよってやつですね。特性の他にはステータスもあって、種類はこんな感じです。格闘、遊撃、狙撃、指揮、防御、回復になっております。まあキャラクターによってステータスがいろいろ変わってるって話ですね。また他には免許も大事で、これは ST 機体の適性ですね。カイさんは一番下の軽いタイプの ST を操縦できると。最高レアの S です言うても、そのキャラに合う機体以外は適性があまりないっていう話になるんです。じゃあキャラ引いたところでも機体も集めなきゃならんのかっていうところに関しては、そこは良心的にできてて、キャラを引いたらそのキャラ特有の ST も入手できます。でその ST についてですが、頭部、右腕、左腕、足、武器と分かれています。それぞれのパーツの入手経路としては、まあこっちも基本ガチャで、ガチャについてはフルセットとパーツごとのガチャに分かれてます。ガチャ以外にも開発でいろいろ作ったりもできますが、まあ基本はガチャかな。カスタマイズ性については高すぎず低すぎずというイメージです。これはね、軽型、中型、大型で装備できるパーツが異なるからですね。足ごっつい大型にして他を小さくするみたいなタンクタイプとかは作れないということなんですよ。ただパーツの種類はやたら多い。カスタマイズのシステムとしてはですね、搭載力に対して重さは超えないように調節するのがまず前提としてあります。そしてパーツごとにもそれぞれ特性がございます。現時点でキャラ入手時に入手した ST がパイロットの特性と合致するようにはなってるんで、変に他のキャラの ST を装備するっていうのはね、ロマンアセンブルになるんで、いろんなパーツありますよ言うても、合理的なアセンブルするんやったら、まあ幅は狭いですね。ただね、これシステム上当たり前の話で、もし自キャラのみを操作するロボゲーとかならばカスタマイズは幅効かせろと思うわけですが、今作は様々なキャラをフィールドに配置して戦わせるシミュレーションなんでね、機体カスタマイズ自体は結構できたりはするんで、まあこれは本当バランス考えた上での仕様かなと思います。ただまあもっと分かりやすい変化とか欲しいなとか思っちゃったりは、しなくはないかなっていう感じ。本当これはアーマードコア能になってるからですね。そして戦闘ですが、操縦士が登場する ST をマス目状に展開されたフィールドに配置することで戦いが開始です。キャラごとの特性理解した上で配置が必要です。例えば敵が雑魚敵ばっかりで殲滅が目的ならば、殲滅させるために反撃だったり攻撃バフくれるやつを配置するとか、逆にボス的ならガード特性あるキャラだったりを配置するとか、結構ね戦略的に考える必要あります。そして戦闘開始すれば、まず敵を攻撃するために移動させて攻撃範囲内に入れば攻撃できます。攻撃手段は ST が装備している武器によって変化します。武器によって射程、攻撃力は変化。また AP を消費することでキャラ特有のスキルも発動可能で、戦闘上で特徴的なのは部位破壊、ボディ、アーム、レッグ3種類それぞれに耐久値が設けられているので、いずれかを破壊させると戦闘中武器が使えないだったり移動力が低下します。そのため敵を攻撃する際は武器を持っている部位を重点に攻撃するのがいいんですけど、どんな武器でも特定の部位を指定して攻撃できるっちゅうわけじゃなくて、例えばショットガンとかならランダムで敵の部位にダメージが入ると、逆にスナイパーなら部位指定して攻撃可能だったり、ファイルバンカーとかなら腕攻撃とかあるんだけども、戦闘は結構ギャンブル性は高いですね。こんな感じで結構考えることあるんですが、その割に結構サクサク進むし、やることはそんな難しくないので、積むっていう経験はないですね。敵キャラもそこまで多く出てこないので、よっぽど育成が追いついてない限りは積むことないと思います。気になるところとしてはですね、戦闘のバリエーションはちょっとまあ少なめかなっていうのはあって、キャラを移動させて敵を攻撃、 V 破壊っていう戦略性はあるものの、チリの有利不利で戦況が変わったりするっていう要素は今作においてやや薄めですね。オブジェクト関係もちょっと少なめだったりするので、戦闘の流れが割とシステマチックなイメージになります。なのでもうちょいマップの作りに多様性が欲しいかなと思いました。はい、いろいろと紹介してきましたが、最終的におすすめできる人についてですが、ベースとなった作品ならではのシステムで形成されている作品ではあるので、ある種ニッチな作品にはなってるんですけど、まずまあその手の作品が好きな人はハマれるだけの要素は詰まってるかなと思います。で、私自身はこういうロボゲーあまりやったことなかったんで、新感覚で結構楽しいです。ロボゲー好きならまあ一回チェックしてみてもいいんじゃないかなとは思います。ストーリーのテンポ良すぎが気になったり、キャラのデザインが硬派な世界とややリンクしてなかったりっていう気になる点はありますが、まあこれはね新しいゲームとして全然できるかなと思います。まあそもそもね、ロボゲーなんか結構ニッチな層ですし、そこにシミュレーションというシステムがあるので、まあニッチもニッチですから、どっかもう突き抜けてやっちゃってよっていうね、私の願望あるよね。なので正式リリースまでにどっかぶち抜いた何かが欲しいかなっていうところでございます。まあとりあえずね、ロボゲー好きは一回試してほしいですね。どんな感想が出るのか気になります。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんか最近結構ロボゲー増えてきて嬉しいですね。シミュレーションのロボゲーとかなかなか私はね馴染みがないので結構楽しめました。まだクローズベータ段階なので良し悪し結構あるんですけれども、今後ね正式リリースまでにいろいろ改善されるといいかなと思います。気になった方はですね、概要欄にいろいろ載せておりますのでチェックしてみてください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるんで登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。
君たちのような傭兵が何かを変えられると思う？どうやら次はもう地獄みたいだ。そうだろう。